はい、えー、別館ですけれども、はいえー、今日ですね、ちょっと。なんかいろいろなね、あの、うん、いわゆる、あの、小室母,母と子。うん、この問題について、えー、誤解とかね、うん、そういう中で、こう、まあ、組織的な。まあ、なんですか、あの、秋篠宮、ええ、皇嗣殿下、ご夫妻に対する。あの、まあ、誹謗中傷があるんで、ちょっと言っておきたいと思います。それはですね、一番のよくあるのは、秋篠宮殿下が、ね。 皇統、えー、ご自身が次の天皇になられるそういうものを意識した縦軸の皇統のあれをお持ちならば、ねあのー、もうはっきり破綻だと言ったらどうだと、まあ、いうようなことがあるんですけどもでもその秋篠宮皇、えー、子殿下は、ね、今の、えー、お父上、まあ、つまりじ今上皇陛下ですねそれが天皇陛下の時代にこの問題について言及なさっていると。 まあいうようなことで天皇陛下の言葉としてちょっとこれをちょっと読んちょっとこ読んでいただけますか。はいえー、このとこですね。マ子内親王の結婚については国民の間でさまざまな意見があることは私も承知しております。このことについてはマ子内親王がご両親とよく話し合い、秋篠宮が言ったように多くの人が納得し喜んでくれる状況になることを願っております。 いいうよういうよにととこでつまりこれはまあ、そういう状況であまりまだ理解されてないし、えー、父親母親もね理解してないだからよく話し合ってもらいたいそして、えー、皆様から喜んで納得し喜んでくれるような状況を作ってもらいたいと陛下がおっしゃってこれ天皇陛下のお言葉としてはこんなねこういう問題についてあの 個々の問題なんであの言及は避けますとおっしゃってもいいのにかかわらずこれだけやっぱお困りになってるというね、はいえー、だから天皇陛下の言葉としてあったわけですこれはでもねあの願っているということはねまず少なくとも否定はしてないんですよ別れろっていう言葉じゃないでしょみんなに納得できるような状況を作りなさいねそういうことでしょ。 多く秋篠宮が言ったように多くの人が納得し喜んでくれる状況になることこれを願っていると、はい、陛下の願いでもあるわけですよ。これが実現してるか、ね、でもかで陛下はねだめだと言ってるわけじゃないわけですようです、ね、もうすっかり、まあ、この内親王の結婚についてはと、はい、つまりそれがあることを前提でおっしゃってるわけです。ね、で 昭宮殿下は「皆さんここ大事ですよ秋宮殿下はよし分かった私は父親だから、まあ、この内親王殿下にこれは破談だと私が父親として許さない」ということができますか天皇陛下のこのお言葉あるんですよ陛下のお言葉というのは絶対的なもんですこれは、はい、陛下はみんなが納得してくれるようにね話し合ってやってもらいたいと。 願っていると、うん、そういう願いまだ実現もしてないわけですよ。すね、だから今言ったそれでも結婚する、それでなければ生きていけないというようなことをまあね内心の殿下、おっしゃってるわけです。はい、まあそういうことになれば、はい、ね私の秋代目殿下はあのダメだってこともできない。うん、ということは何がえろかとて 国民から納得できることもない陛下が納得しているような状況にもなっていないで小室母と子はね一体どう思ってるんだとこの天皇陛下の言葉をね,ねこれだけ大事な天皇陛下ですよ,ですよ、ね、そのお言葉に対して何もや,やってないわけですよ今度記者会見やるって言うんですけどこれ結婚記者会見でしょ一応。うで,、ね、でこういうようなことがないままなんで秋篠宮殿下は できないそれ何ができるかっつったらあの簡単に許すことはできないこういう状況になってないから陛下のおっしゃってるそうすると皇室室と小室家ははお付き合いいしない一種の感動ですね、はい、こういうようなことをやらざるを得ないわけですだからこうしと小室家というのは親戚付き合い一切しないということこれしかないわけです結婚するって言っちゃう,いうわけだから。 いうようよなことになってるわけでこのことを本当は忖度して陛下申し訳ございませんと私たちの,あの親子のためにねあの国民の皆様は納得もしないし、ね、お祝いもしてくれませんとだから私たちは引き下がりますというのが当たり前なんですよこれ引き下がらないでしょだからこの間高清水さんとの別館で言ったように背後にこういうことを推進する皇室解体を目指すそしてその矛先を秋篠宮家 に持っていくそして秋篠宮家も廃絶しようとやっぱり愛子内親王殿下つまり口頭断絶の組織的なあれがものすごい行われてるこれを見ても分かるようにこれはまさにそういうバッシングをすることによって次の皇子殿下そしてその次の久仁親王殿下こういった本当の本来の口頭の道というものをねあのー、まあ 閉ざそうとしていいるここううう勢力だということでありますそしてもう一つ言うとですねまあこれは語弊があると困りますけどもその人の性格,性格ねあれによってこの口頭というのは決まるものじゃない眞子内心の殿下のこういったお振る舞いについてね見ればだから女性三宅なんか駄目だということはそれある程度分かってきただからこそ今度は秋篠宮家攻撃にこの 反皇室のグループはそういうことを始めてると思うんですけどどうですかこれ。いやこのお言葉陛下の言葉が本当重みがあるなって思うんですよね。多くの人が納得してしかも喜んでくれる状況って、うんはい、今全くそれがないんですよね。そういう意味で言うと天皇陛下の反逆だとあの外国の、ね、新聞は書いてましたけど、うん、そういうことですよ。でまあ、もちろんあの ね、内申の殿下 PTSD ですか複雑性、はい、こういうのはあるというけれどもあの当然そんなね天皇陛下のお言葉に背くようなことをねやっぱり小室母子にねやらされることによってね、えー、そっちの側に立ってるわけです今それはやっぱりそういう神経にもね、はい、来るということは想像がつきますよね。はい、だけどその 思いを、ね、もう一度ちょっと本当は考えてもらいたいと思いますけれども今言ったように秋篠宮家に対する非難はそう当たりませんよと、まあ、いろんな大きな意味での教育だ何だとかそういうことはまた議論の余地あると思いますけど天皇陛下の言葉がある以上これを陛下が「だから駄目ですね」と。 私に言ったことになってませんからダメですよって言わない限り陛下の言葉は一応結婚前提にしてこういうことが望ましい願っていますよって言ってますから願い通りにはなってないけどそれでもやっちゃうって言うんだから家と家との付き合いは付き合いやらないという孔子殿下の誠に苦渋の選択ねこれを国民はわからなきゃいけないと私は思います単にアクション飲みじゃないです私たちは口頭断絶 男系男子の流れをあのいろんな理由をつけて止めようとしてるこういう勢力に対しても戦わなきゃいけない秋篠宮う避難というのはそういう面がものすごくある乗せられてる人たちもたくさんいますよそれを気をつけなきゃいけないですからこれは左翼で反皇室人間ですからねこのこと言ってるのははいというようなことで、はい、今週の 別館。はい、なんとなくね。そうですね。最近なんかメディアの取り上げ方もすごく、うん、こう変わって。きてるなとそう,そう,そう。ね<え>警察庁所管とかね。<laughs> こういう人たちも随分ね、乱暴なね。はい、あの。皇室に対する。経緯がね。うん、やっぱり一番宮内庁だと思いますけどね。あの噂では宮内庁はね、秋篠宮家の悪口を。電話口でね。問い合わせる人に。言ってる職員もいるって。そういう話も。実は聞きましたよ。とんでもないです。これね。<ー>はい。 とという,ようなことで今週の別館はこの小室親子は一体陛下のお言葉をどう捉えているのかというようなことについてお話をいたたししまありがとうございました。